島根のチーム構成という中での影響というのが出ていますね。タイムシェアというところは一つヘナレヘッドコーチも昨日の試合後にも話をしていました。その安藤がボールを奪ったスティールになって先頭ジェームズ・マイケル・マカズのダンクが出ました。素晴らしいディフェンスからでしたね。一方の、はい、島根佐野マジックは、北川ひろむもコートにこの第2クォーターはスタートに立つという状況。その北川が早速見せた。激しくいってますね。島根佐野マジック在籍7シーズン目、チームで最も島根のチームを知る、歴史を知る選手です。スルークとの内藤のマッチアップ、内藤のマッチアップどうか。これはエバンスが制しました。そうですね、エバンス選手冷静に押し込んでいきましたね。北川博文です。そして津山翔太、ガード陣躍動なるか。アリウープだ。ビッグプレーですね。あの1本でまた乗ってくるか。連続なるか。惜しいシュートになりました。狙ってきましたね、はい、そしてクラーク、こちらも積極的。ようやく島根にも1本アウトサイド来ましたね。22ポイントのコディ・クラークがその苦しんでいた3ポイントをこじ開けていってマカルーが奪いました。今日2回目のダンクではなく今度はゆっくりと得点で進めたいという意図ですね。ディフェンスマンの松下を北海道は投入。安藤にマッチアップさせました。安藤のシュートを守らせるんですが、エバンスしっかりと獲得で、いい世界のチャンスですね。得点を奪っていきました。安藤選手は今おそらくチームの意図とは少し違う形だったかもしれませんが、はい、ここも接触が起きた瞬間に、まあ、ファールドローしようという狙いもありましたね。ただファールの判定はなかった、はい、安定や。アリウープできました。素晴らしいプレーですね。前半は成功ならなかったんですが ね、 そうですね。今のはあのエンドからのセットオフェンスの一つの形ですね、はい、なるほど。しっかり島谷からクリーナーの連携プレーは阻んだ島根佐野マジック。アウトナンバーになっているマカドゥがかわして冷静に得点につなげました。日系です。まだ今日日系には得点がありません。コティ・クラーク飛ばしていく。強いですね。体の強さを見せました。モーチャージエリアというのも相まって、はい、かなりハードにラモス選手も対応したんですが、はい、そしてコティ・クラーク、また安藤が冷静にフェイクだ。短いリバウンド、しっかりとぶっ飛ばして戻ってきましたね。さあ同点です。島根はおそらく時間を使ってくるでしょう。同点のままか、勝ち越すか。クラークが射抜いた。マカドです。津山が完全に空いています。少し後ろでしたが打ってきました。そして射抜いた。街道ボール、ショットクロックは5秒を切ります。内藤はどうか、どうか押し込むか。島根が守りました。ワイリー選手いい対応でしたね、はい、島根はさらにここからリードを広げていくか。先ほどの得点で2ポゼッション差に点差を広げている島根佐野マジックです。コティ・クラークだ。決まった。ティークラーク、スリーポイントはここまで4本の24ポイント。津山が空いている。リバウンドどうか。日系が取りました。セカンドチャンス、もう一本津山。来ました。さすがに連続では落としませんでしたね。ケイ選手10点のリードになりました。ニックケイが空いています。来ました。ニックケイ、実はこれが今日初めてのポイント。そうですね。残り2分30秒です。島根としては少しずつ時間を、はいね、使いに行くような要素も出てきていますね。10点のリードを持っている中でまた津山が空きます。来ました。これも先ほどと同じポジション、2本目は落とさない。そうですね、素晴らしいですね。島根佐野マジックにとっては久しぶりの開幕シリーズ連勝になりました。最終的には75対63、12点のリードを広げた島根佐野マジック。